退屈させてくれるのよ。いってらっしゃい。まだ時間には早いと思うが。アスカたちはちゃんと呼んである。大道寺先輩、私たちに何の用ですか？お前たちを呼んだのは他でもない、我の凝り固まった体をほぐしてもらいたいのだ。え？いいんですか、先輩。卒業試験の前に体を温めておきたい。相手をしてもらえるか。与えてはくれまいか。終わり、参ります。いざ尋常に参っちれ。ブヌラ5人を倒せぬようでは忍びの道は歩めない。まずはまずはヒバリ吹き飛べ。まずはヒバリ決着。次この拳に砕けぬものはなし。当然の評価だ。我を超える。覚えたぞ。避けるほどの痛みを与えてはくれまいか。野球マイシナブ。いざ尋常に舞い散る。吹き飛べ。キス。またある。野球ウヌの怒りで忍び結界。まだだ。技あり忍び転身。ヤギュウヌの怒りで忍び結界が震えておる。素晴らしき逸材なり。ヒバリを傷つける奴は許さない。先輩とはいえ容赦しない。次我を滅する者はおらぬのか。当然の評価だ。我を超える者はおらぬのか。忍びの力を見せてやろう。怒りが舞い忍びます。カツアゲ舞い忍びます。いざ尋常に舞い散る。ほうこの状況、ほうこの状況、ウヌラが幼稚な頃を思い出す。怒るが、怒るが。
イカルガ、カツラギ。大道寺先輩、今回は手加減なしでお願いします。あたいらは強い、そしてエロい。カツラギさん、こんな時にでも楽しいな、イカルガ。ええ、とっても頑張りましょう。死力を尽くせ、今再び相まみえ。行くぜ、イカルガ。はい、カツラギさん。こうやって二人で戦うのは懐かしいな。そうですね、あの頃を思い出すと少し恥ずかしいですけど。さあ、存分に。はぁ、さあ、存分に見せい。大乱の忍び、食らうがよい。決着、次。我を滅する者はおらぬのか。当然の評価だ。また極みに近づいたか。我が身が裂けるほどの痛みを与えてはくれまいか。アスカ、舞い忍びます。いざ、尋常に舞い散る。最後だ、アスカ。はい、大道寺先輩、よろしくお願いします。イカルガとカツラギは間もなく卒業なり、次の半蔵学院を背負うはウヌ。半蔵様の名を汚さぬ貴様の忍びを見せよ。了解です、アスカ。行きます。了解です、アスカ。全力で先輩を倒します。良い顔、良い顔。甘いよ。良い顔、我の純粋無垢なる記憶を蘇らせ。弱さは恥とし。決着、後輩たちよ、素晴らしき忍びであった。我を滅する者はおらぬのか。強化だ。真の忍びの技、覚えたぞ。真の忍びの力を見せてやろう。何事もノルマが終わってからが本番。最終戦、大道寺、久しぶりだな、リンさん。我はこの日を待ち焦がれたぞ。すまない、長く待たせたな。かまわん、今は一刻も早く拳を交わらせ語り合おうぞ。大道寺、お前の忍び確かめさせてもらう。今日こそ参ったと言わせてみせよ。大道寺、私は強いぞ。なぜならスーパー忍者だから。その声、その動き、この痛み、我は今。その声、その動き、この痛み、我は今、歓喜の渦中なり。大道寺、結構強くなったね。リンさんも待たせたからといって衣服など飾りなり。待たせたからといってわざと負けてあげたりはしないんだから。無論そのような戦いに勝ちな、無論そのような、無論そのような戦い、無理だ。技あり、決着。お前ごときに。我が名は大道寺、強者を求めるものなり。望みは叶わぬか。
参った。一発の重みが昔と全然違ったわ。その重みはお前への思いが積み重なったものだ。我はすぐカグラになる。その時は共に妖魔を狩ろうではないか。ああ、待っている。そして世界にラブ&ピースを。大道寺、ついに卒業だな。飛ばすぞ。当然の評価だ。我を超える者は